1号艇野添選手です。よろしくお願いします。お願いします。太田なんですけれども、初日から良かったんですか？まあ、そうですね、いいのは良かったんですけどね、まあ、初日終わって次の日は1回走りだったんで、その時にまあプロペラをきれいに叩き直したら一気に良くなった感じですね。特にどのあたりが？行き足出足、まあ、伸びもまあ延長線上でいいかなとは思っています。はい、今節のスタート感はどうでしょうか？早いんでね、まあ、1回今日の前半だけですね、全速で行けたのは。はい、それはやっぱりモーターの手応えもあってのことですかね。そうでしょうね、思ってるより行っちゃうんでね。はい、じゃあ優勝戦に向けての作業は何か考えてますか？まあ、乗ってみてプロペラ調整だけですね。はい、1号艇です。もちろん、まあ、インコースから行くつもりですけどね、バナレもいいんで。はい、それではファンの方にメッセージお願いします。まあ、そうですね、まあ、フライング切るようなスタートはいけないですけども、自分なりのスタート行って逃げたいと思います。応援よろしくお願いします。2号艇石田選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。行き足から伸びがいいと言ってましたけども、現在の仕上がりはどうでしょうか？変わらずその辺はいいと思ってます。スタートに対しての行き足がいいんですね。そうですね。乗り心地はどうでしょうか？まあ、ちょっとまだしっくりとは来てないんですけど、まだ今日は一番マシだったので、まあ明日もこのまま行こうとは思ってます。スタート感は合ってますか？まあ、感とは合ってますけど、まあ、ちょっと思い切っていけてないっていうのはあります。優勝戦に向けての作業何か考えてますか？スタートするだけですね。はい、整備とかプロペラとか？もう特には考えてません。2号艇ですけれども、コース取りは？まあ、ピット離れでやれない限りは2コースから行こうと思ってます。それではファンの方にメッセージお願いします。頑張ります。3号艇船岡選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はそれほど手応えなかったみたいですけども、日に日に良くなってますか？はい、ペラ叩いたら良くなりました。特にどのあたりが？あ、全体的にいいです。スタートは見えてますか？ある程度はいけると思います。関東は合ってますね。合ってます。はい、優勝戦に向けて何か作業考えてますか？あ、もうちょっと伸びつけれるように調整したいと思ってます。それはプロペラで？はい、プロペラで反応あるんでやってます。ここは3号艇ですけれども、コース取りは？あ、3コースに入りたいです。それではファンの方にメッセージお願いします。船券に絡めるよう一生懸命走ります。4号艇沖津選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日まで船足の変化はありましたか？いや、もう一定していいですね。はい、特にどのあたりがいいですか？まあ、2日目からたまりは良かったですね。はい、もう少し求めたいところはありますか？まあ、もっと外枠になるのであればピット離れ求めようかなと思ったんですけどね、4号艇なんでね、まあ、ちょっと伸び求めてもいいかなと思います。2日目は出足型とか言ってましたもんね。そうですね、出足にしたらどんだけ出足来るかなと思ったんですけどね、まあ、かなり来ますけどね。はい、モーターの力があるんですかね。もう全然エンジン様々ですね。はい、4号艇ですけども、コース取りは？まあ、角から行くと思います。まあ、離れが出れば一つでも打ちっていう考えですけどね。明日優勝戦に向けての作業は何か考えてますか？まあ、回転止めるなりして伸びが来るんであればそっちで行きますし、来ないんであればもう出足型一本でもいいかなと思うんですけどね。それではファンの方にメッセージをお願いします。はい、優勝できる足はあると思います。精一杯頑張ります。5号艇北山選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで船足の仕上がりはどうでしょうか？はい、出足換気がしっかりしていると思います。乗り心地はどうでしょうか？いや、すごくいいですね。なので毎日思い切ったレース続いてますよね。そうですね、スタートが結構決まってますね。初優勝がかかってるんですね。そうですね、優勝したいですね。ここは5号艇なんですけれども、コース取りは考えてますか？いや、枠なりで行きたいと思います。外のスタートはどうでしょうか？フラッシュの方が見えてると思います。それではファンの方にメッセージお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援してください。6号艇矢野選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとか乗ってきましたね。いや、ギリギリでしたね。はい、やはり地元のプレッシャーとかはあるんですか？いや、あんまりないですけどね。ドリームも選ばれてないですし。はい、船足の仕上がりはどうでしょうか？ターン周りはもうしっかりしてると思います。あと求めたいところはありますか？まあ、6コースなんで
まあ、しっかり展開つけるような足を起こさせたいですね、はい、スタートに関してはどうでしょうか。まあ、あんまり速いのいけないんで、まあ、10いければもうベストですね、はい、優勝戦に向けて作業は何か考えてますか。まあ、基本ペラ調整ぐらいですかね、はい、そしたら明日はのんびり過ごせますかね。そうですね、はい、落ち着いて、はい、それではファンの方にメッセージお願いします。何かあると期待して優勝を目指して走ります。よろしくお願いします。